75回目の日米開戦記念日を迎えた靖国神社の前に来ております。安倍首相は12月26日からアメリカハワイの真珠湾を訪問することを発表しました。12月15日からロシアのプーチン大統領が訪日する予定が発表されておりますけれども、ある意味で電撃的ともいえる今回の真珠湾訪問は各方面に大きな驚きを広げています。もちろん日米同盟の強化というこうした意味合いからはこの真珠湾訪問は結構なことなんですけれども、なぜ今なのか、これを考えますと、一つはこのプーチン大統領の訪日にあたってあまり外交的成果が期待できないと、この理由があるのではないかと思われます。と申しますのも、日本政府からもまたロシア政府からも北方領土問題などについてあまり進展は期待できないような、こう非常にですね、報道のトーンを下げるような発表が相次いでおります。こうした中で2016年を締めくくりにあたって、もう一段外交的成果が欲しい安倍首相としては、今回のこの真珠湾訪問をその目玉に持ってきたかったのではと、こうした憶測がなされるわけです。これに関してもう1点、2点目ですけれども、このプーチン大統領訪日にはかばかしい期待ができないからこそ、日米同盟強化をロシア側に見せることで、プーチン大統領ロシア側から少しでも成果を引き出そうと、このような意図があるのではないかと思われます。いずれにしましても、今回の真珠湾訪問、いくつか懸念がないわけではありません。と申しますのも、まず1点目として、安倍総理は1年前の年末は韓国に行って、韓国のパク・クネ大統領と日韓合意を結び、基本的に従軍慰安婦問題を公正してしまいました。そして今年真珠湾訪問となったということで、若干だんだんと軸足が左側に寄っているように見えなくもありません。したがって安倍総理に対しては、談話に関してぜひとも注意していただきたいと申し上げたいと思います。例えば謝罪とか、あるいは侵略文脈で真珠湾攻撃などを語るのは絶対に避けねばなりません。もしそうした文脈で発表すれば、ある意味では村山談話以上の禍根を歴史に残すことになります。この点に関して十分注意申し上げたいと思います。そしてであればこそ、どんなふうに言ったらいいか、例えばです、今年広島に来たオバマ大統領は、アメリカ軍の原爆投下を天から災いが降ってきたと、このように一言であるかのような表現をしました。であるならば、安倍首相も真珠湾において現地時間の1941年12月7日真珠湾に天から災いが降ってきたと、これぐらいの表現でぼかすしてもよいのではないかと思われます。いずれにしましても、真珠湾に慰霊に行かれるぐらいなら、ぜひともこちらの靖国神社に参拝していただきたいと、安倍首相には切にお願いしたいと思います。